Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. 皆さん、こんにちは、こんばんは。バローレンのタイガです。はい。今日はノアですね。お、新型ちゃうんけ、これ。どういう喋り方なんですか。新型でござるよ。はい、で今回はカラーがアティチュードブラックマイカ、アティチュードブラックマイカ、はい、めっちゃ黒い色ですね、はい、のノアのエアロが完成しました、うん、ついにできた、ついにできました、うえ、今チラ見しました、チラ見せしました、してない、ほんまですか、うん、じゃあチラ見せしてもスローモーションにしたら見えちゃうんでね、ガン見せ、ガン見せするはい、いやもう大丈夫ですか、はい、はい、完成しました。めちゃめちゃいかつい系の、どこの方言ですかこれ、広島とか岡山ぐらいはい、ちょっと難しかったです、え、はい、またあれやな、やっぱり、はい、あのボクシーとは全然違った、なんかそうですね、ボクシーは黒いから余計あれなんかな、あーそうですね、で、あとやっぱグリルがやっぱ大型、もうでかくなってるんでメッキで、うん、やっぱりここのまず迫力があって、はいはい、下がちょっとボリューム出てるんで大きく見えますよね、大きく見えんな、はい、うん、はい、めちゃくちゃ大きく見えて、おう、でやっぱなんといっても真ん中のエンブレム、うん、ヘアラインゴールド際立っとる黒にヘアラインゴールドめちゃくちゃ似合いますね、どういうあれ2回言っといた、一応大事なことやから大事なことなんでね、はい、ちょっと真正面からの、はい、あーちょっと引かなわからんな、やっぱりこの下がヒュッてなってるからな、そうですね、ちょっと待ってな、はい、で、うん、このボクシーと違うのがチオハウスタイル、あ、はい、あ、ちょっと待って、メッキに俺めちゃめちゃ映ってるわ、恥ずかしいですねやば、俺の恥ずかしい体勢がメッキにめっちゃ映ってる、恥ずかしい体勢が映ってますか大丈夫です、もうあの、はい、あ、戻りました、うん、でやっぱボクシーと違うのが、うん、そのボクシーってここでヒュッて1回終わらせて3分割みたいな感じになってるんですけど、メッキが上がってんもんな、ボクシーは、そうですね、うん、だからちょっとノアもメッキどこ行った、これノア、いやメッキなかったです、下バンパンとこあるやんな、ノア、いや、なかったですね、あるんじゃはい、ここにあります、あ、あるやん、ここを、はい、かぶさってるような感じで、あのここでシュッて終わるんじゃなくて、ちょっとここまで伸ばして、うん、あ、なるほど、はい、で、ちょっとその丸みというか、ちょっとここでプレスラインを作って、うん、ここまで逃がしつつ、うん、ここにフラップ要素を取り入れた、造形はボクシーとあれやもんな、一緒の、はい、ここら辺の造形はこのサイド部分の造形は同じですね、なるほど、はい、今回塗り分けはこれ、塗り分けは、アティチュードブラックマイカとアティチュードブラックマイカです、うん、単色、単色、はい、黒バージョンが見たいです、黒バージョン作れってめっちゃコメント入っとったもんな、前田作れ、なんで俺いや、すいません俺のアンチやんけ、そいつはい、そういう声もあったんでね、うん、はい、今回は黒一色で、はい、黒単色で、はい、はい、作ったんで、どうですかね、もうあのやっぱ、いやー、いかついぞ、これ、そうですね、いかついぞ、ついですよ、うん、ですわ、じゃん、これほんまノアちょっと映りすぎやで、そうですね、あ、踊ってる映りすぎ、これカメラめっちゃ難しいわ、いやちょっと、はい、あ、そうですね、ちょっと前に出してる感じの、ほう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 、はい、結構そのノアってこのサイドにかけてちょっと奥まってるイメージあるんですけど、うん、ここもちょっと出てるんで、ああ、やっぱ前がもういい感じに飛び出してますよね、なるほど、はい、フロントのこだわり教えてもらっていいですか、あれ今伝えませんでしたっけ、あ、それだけ、それだけって言われたらなんかいろいろとじゃあもうちょっといきますか、まあこれ黒バージョンなんですけど、うん、ホワイトパールとかやったら、うん、やっぱなんといっても塗り分けがしやすいっていう、うん、で、まあ、あの面がいっぱいあるんで、例えばここを塗り分けるっていうこともできます、うん、ここを色変えて、ここまでいってるんでね、横まで、なるほど、はい、で、まあ、あの
ここのフラップ状のところも塗り分けてとか、うん、でここをここだけ黒にするとか、うんうん、塗り分けの、 あのバリエーションがいっぱいです。お、はい、どうですか。でダウン量はこれダウン量、うん、そういう時のためにスケールご用意しました。スケールが違うなお前は。はい、スケール大きめでいきます。あ、ちょっと低くてね、入りにくくなって。お前削れんなよ絶対。あ、大丈夫です、ここちゃんと裏までいってるんで。はい、ここなんでダウン量が23ミリ、うん、真ん中で。お、はい、で、こっちの方がちょっと一段グッて下がってるんで、うん、こっちの部分でノアの方がちょっと落ちてるん。ノアの方が落ちてますね。こちらで26ミリ、うん、おー26ミリ、はい、だからボクシーより1センチ近くエアロで落ちてる感じになってるん。そうですね、全然そんな感じせえへんねんけど。でも意外と落ちてます。え、これ尺長だいぶ落としてるやんな今。尺長だいぶ落としてます。え、全然余裕やん、はい、これ今地上高何歩ある、エアロまで。ここの一番低い部分で測りますね、うんうん、12あるやん。はい、50に行けます。さすがっすね。いやこれはもうノアの集大成と言ってもいいぐらいの。なるほど、はい、フィッティングは中までボクシーと一緒に中まで引き込んでんねんな。そうですね、うん、上に乗っかるイメージです。なるほどなるほど、はい、フィッティングバチクソ来てるやん。はい、もう、うん、寸分の狂いもございません。おお、これまたあの純正のところは、あ、止めるところは、うん、真ん中2つ、ここの、この辺りですね。はい、こことあ、ありました隊長、はい、隊長ございました。あ、はい、はい、2つあります。で、ずれ落ちる心配ないってことやな。なしです、はいはい、で、横も、横、タッピングミスで、2箇所ずつ、はいはい、サイド2箇所ずつ止めてるんで、はい、まあ、そちらが、ずれ落ちる心配もございません。はい、完璧じゃないですか。いや、やばいぞ、この、はい、この黄金比の、この画角。今回、これ、フロントは、フロント周りは、フロントスポイ、グリルも。いや、フロントスポイラーのみです。フロントスポイラーのみ、はい、なるほど。やっぱ結構ここがその奇抜にもうメッキドーンってなってるんで、うん、やっぱノアの良さは残しつつ、はい、やっぱ下でカスタムみたいな。おで、まあ、トヨタマークもやっぱ残してる方がちょっとノアらしさ出るかなっていうので、うん、今回はあえてグリラー、まあ、確かに、はい、うん、あえて作ってないです。おお、なるほど、あえてな、はい、作ろうかな俺。やめてください。そこを壊さないから。まあでも、うん、やっぱりノアグリルあった方がいいな、ノアグリル作れよ、ノア作れよ、バイラーとか、そういうコメントがあったら。なんで俺やん。あの、作ります。お前があのノア の,、はい、あのそこのフードトップって言ったらええんかな、はい、うん、あの作れっていう声多かったら、はい、あのお前が全責任負ってあの開発しろよ。そんなん言ったらもうなんかもうドーンってなんか出っ張ったりとかしないですかね。デコッパチ、デコッパチ。デコッパチグリル、はい、デコッパチグリルでちょっとあのロングノーズ的な感じで、あ、まあだけどもうほんまなこのままで出来上がってるけど、はい、まあまあコメント欄で、あの、いや、このフードトップモールもやった方がいいんじゃないんですか、はい、作ってくださいっていう声が、はい、あの多かったら作ります。おー、言っちゃいました、はい、作るらしいです、はい、ただね、その、うん、やっぱりここがでかいんで、うん、なんかここを作るとここがちょっと物足りなくなる可能性があるんでね。まあだけど純正やったらフードトップまあまあ奥まってるからな。あ、まあ、だからちょっと出すっていう手もあるんかもしれないですね、うん、出して、はい、まあ、やるとしたらもう俺はある程度イメージしてるけど出して、はいはい、ちょっともうこっちの方まで引っ張るとかな。ああ、僕もそれ思ってました。嘘つきやん。、はい、うん、なるほど、はい、やっぱね、はい、大きく見せたい、うん、まあもともとなんか大きく見えますけどね、ここのフロント周りで言ったら、うん、はいはい、はい、いやー、これは興奮しますね。これところでデモカー、はい、これデモカーではございません。なんなんじゃデモカーはね、入ってこないんですよ。まあ、入ってこんな、はい、いい加減せよこら。そんな悪口言っちゃダメですよ。平和に行きましょうよ。でも入ってこへんねん。デモカーは白、
デモカーも一応アティチュードブラックマイカで考えてます。はい、そうね。ただこちらの車、うん、速納可能でございます。え、もう売るんこれ。え、販売しないんですか。びっくりして、ちょっとカメラ下向いてもうた。販売しますよ。いや、もうちょい見たいやろこれ。いや、もう今日の朝つけたわからんでね。まだちょっとあのもうちょっと見ときたいんですけどね。確かに、はい、でもやっぱ、いや、これ速攻売れんぞこんな。でもやっぱ乗りたいってお客さんも多いじゃないですか。多いな、問い合わせ、はい、だから販売しています。行っちゃいましょう。はい、やっちゃいます。なんで、多分入ってきた時にも即納可能という形で、うん、インスタとか載したもんな。はい、うん、やってたんですけど、まあ、内容のおさらい、はい、オプションの内容のおさらいなんですけど、おうおう、まず、まあ、ここ見てもらったら三眼のヘッドライトついてます。ああ、 SZ 限定の、はい、はい、SZ 限定のオプションです。で、あとは 10.5 インチディスプレイ、ディスプレイオーディオプラスですね。お、はい、もうついてます。で、快適利便パッケージ、みんな大好き快適利便パッケージもついてます。はい、で、あとはなんとなんとブラインドスポットモニター、うーわー、パノラミックビューモニター、トヨタチームメイト、トヨタもチームメイトに加わっております。はい、交換、セルフ交換もいらないですよ。はい、ブラインドスポットモニターついてんの。ついてます。ここ見てもらったら。いや、まあええねんけど。あ、いいんですか。せっかくなんで。いや、ついてたら、はい、まあええねんけど、はい、納期が大幅にかかってしまうブラインドスポットモニターついてます。ついてんねや。はい、なんなら、うん、14型の UQL 高赤ディスプレイついてます。え、これついてたっけ。はい、マジでついとったっけこれ。ちょっと心配になるじゃないですか。え、ついとったっけ。はい、ついてますよ。うわ、ほんまや。はい、ちょっとそういう反応、ちょっと心配になるんでやめてもらっていいですか。まあ、ある程度一通りついてるもんとか説明、はい、そしたらしてもらっていいですか。あ、はい、横ちなみにもうすでに14分回ってます。あと45分いきますね。今6時なんで45分まで喋れますね。あ、急ぎます。次サイドですね。はい、サイド、はい、足回り、まず出ました、ホイールからいきましょうか。はい、19インチのボージェ、レイズ製のボージェですね。やっぱかっこいいですよね、このギラギラした感じ。輝いてる。ちょっとね、そのフロントグリルでやっぱメッキを残してるんで、うん、やっぱちょっとギラギラ系のホイールで、なるほど、合わせてみました。はい、これは19インチです。19、はい、はい、8J の45入ってます。前後通しですね。これは絶妙や、はい、いいぐらいの感じですね。はい、で、あと言ってもうたけどな、車高調、はい、RSR さんの車高調、はい、ベストアイ入ってます。ああ、ついてます。はい、ついてます。 RSR さん、はい、うん、で、結構今落としてるんで、ベストアイ、ベストアイです。減衰調整ありのやつできちゃいます。はい、今結構落としてるんで、うん、上げることも可能です。ちょっとやっぱ低いじゃないですか。やっぱ低い、低いですよ。あ、低い。ちょっと麻痺してないですか、大丈夫ですか。うん、やっぱりバローレの野郎絶対擦りたくないっていう方もいらっしゃると思うんで、スターあかん、絶対擦りたくないっていう人もいると思うんで、うん、ノーマル車高にしとけ。それはちょっとダメですよ。はい、だから、まあ、全然車高の調整上げたりとかはできます。なるほど、はい、これは分かりやすく前下げしたけど、まあ、ジールのお客様、ここから、まあ、大体2センチぐらいは上げてる感じが一番多いよな。 1.5 から2センチぐらいは上げて、はい、うん、乗られる方多いんで、まあ、その方がより安心して、はい、はい、で、まあ、低い車に慣れたっていう頃にまた下げることできるんで。なるほど、はい、まあ、バネ馴染んできたらちょっと落ちてくるしな、ほんで。そうです、数ミリぐらいはやっぱ落ちるんでね。まあ、そういったのもできます。なるほど、はい、で、やっぱサイド、サイド、はい、このこだわりのサイドステップ、はい、まあ、こちらはボクシー同様ですね。はい、はい、サイドアンダーパネル、フルネームで言うたったついてきちゃいます。おー、なるほど、はい、はい、安心です。はい、こちらも単色塗装、前横後ろ全部黒一色です。あ、塗り分けなしで、はい、まあ、アティチュードブラックマイカやったらこれやわな。そうですね、うん、塗り分けなしでも全然、はい、やっぱその
ノアのちょっと落ち着いた感じを出せてるんで、うん、やっぱ単色の方が、うん、やっぱ白はでも塗り分けした方がなんかやっぱメリハリつくんで、なるほど、いいかもしれないですけど、はい、単色です今回。はい、続いてリアですね。何このリア、いいですよね、いかつすぎるぞ、はい、リアもエアロはボクシーと同様のデザインになってます、はい、ただ、はい、マフラー見てほしいんですよ。おお、え、はい、何これ、今回はブラッククローム、何これの出口になってます。え、めちゃくちゃかっこよくないですか。びっくりした、これステンレスがこう、あのアティチュードブラック前から反射して黒いんかと思ったら、もう思いっきり黒ですよ。黒いんや、はい、これめちゃくちゃ高級感、かっこよすぎるねんけど、めちゃくちゃ高級感ないですか。うん、はい、やばくないですか。でもこのバローレンのエンブレムがもうなお、やっぱここ周りが暗いんでね、なおもう強調されて、うわめちゃくちゃいいですよね。はい、で、はい、リフレクター、はい、もう光っちゃいますなんかバロンティバロンティお、バロレンバレンティ言ってます。はい、はい、電気周りとマフラーやっぱ、まあ、マフラーぜひお願いします。行きましょう、じゃあ、はい、はい、この前この車で無事あの保安基準適合取得してきたんで、マフラー保安基準適合です。でも結構いい音するんでね、マイク近づけときます。あ、タイガごめん、あのマフラーばっかり映しよったから電気回りもう一回だけやってくれ了解です電気回りオンリーでいきますね。うん、はいはいはい、 SZ やからリアゲートまで ちゃんとつながってます。はい、最高、かっこいい、はい、ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。いや、たまらんめちゃくちゃいい音しますよね。いい音してる、はい、でやっぱもう車高落ちてる分リフレクター光ったらもうそれなおよろしいですよね、うんうん、はい、後ろも黒一色いいですよね結構。あ、ほんまやな、はい、うん、やっぱもう黒はもう黒でバーンって一色でやるともう全体が締まって見えますもんね。これマフラー、はい、出口がもうブラックやから余計にこう、あ、うん、そうですね、引き締まってる。ここがステンやったらまたちょっとな、あ、イメージ多分変わると思います、うん、重たいよなやっぱ、はい、うん、この低く見えるというかチタンの方でも良かったんですけど、うん、どっちかというとこっちはもうゴージャス感出したかったんで。なるほど。そのどっちかというとなんかスポーティー寄りになるじゃないですかチタンで、うん、だからちょっと黒で今回あえて。なるほど。一番テール高いんですよ。一番高いんこれ。一番高いです入れちゃいました、まあ、高いやろなこれ、はい、うん、チタンが一番高いと思いきやこちらの方がちょっと高いです。なるほど。でもやっぱ見てもらったら結構やっぱ高級感もあるんで、ね、いやこれは、はい、ちょっと金額上がってもやっぱ入れる価値はありますよね。かっこいい、はい、うん、であとはリアゴメンスモークまだです。あ、ほんまやな、はい、まあ本当だ、晴れますよねやっぱり。ドット太陽フィルム、ドット太陽フィルム、はい、晴れます、はい、はい、なんであのこちらを購入したいっていう方がいらっしゃれば、はい、追加でスモークの施工、はい、ドライブレコーダーなど追加で施工可能です。はい、じゃあ室内行きます。はい、続いて内装です。お願いします。内装はねもうあの前回りの時に結構いろいろ言っちゃったんですけど、はい、まずその言ってないところから行きましょうか。あ、足元ですね。足元、はい、ディーラーオプションのフラマットフラマットが装着されてます。で今回あの走行距離が678キロ、ああ東京行ったんで、はい、はい、あとはもうなんせもう新車が入ってこないんで知り合いの販売店さんから、はい、あの買い取りさせていただいて。これマジ棚ぼたやったな。でもはい、 いやたまたまね、うん、本当にちょうどちょっといるって言われて、いるいる言ってもその日に俺取りに行ったの。行ってましたね、うん、これだからフラーマットもついてるし、まあ、UKEL のさ言っちゃったけど
光石モニターもついてるけど、はい、バイザーもついてるし、はい、なんやったらガードコスメのこれあのコーティングも終わってんの、はい、なんか肌触りちょっと違うなと思ってたんですよもうマジでこのままこのまま乗ろうと思ったら乗れる乗れますね、うん、はい、まあ、とりあえずでも中言っちゃいましたけど中ちょっと見ましょう、はい、お願いします。まずは 10.5 インチのディスプレイオーディオプラスですね。はい、おお、はい、はいはい、大きいですねやっぱり。おお、もうパツパツやな。ナビがやっぱ見やすいですよね、はい、本当にタブレットみたいです。はいはい、がついてます。であとは、うん、あの快適利便パッケージがついてるんで、はい、フロントのシートヒーター、リアのシートヒーターついてます。はい、2列目も、2列目もついてます。オットマンもついてます。オットマンオットマン、今日はどういうキャラでやられておられるんですか分からん、はい、店長迷子中です。であとブラインドスポットモニターとかもついてるんで、はい、おお、ブラインドスポットモニター、はい、がついてます、はい、でアドバンストドライブ、お、はいはい、これ本当にあのよそ見しとったら、うん、パッて、まあ、左向くじゃないですか、うん、ポーンっていってここ見たらあの運転に集中してくださいみたいなこと書かれるんですよ。まあ、真っ直ぐ見とったらな、なんか正しい姿勢を検知しましたって書いてあるもんな、はい、ちゃんと見られてるんですよ。怖いですね、車にずっと監視されてます。はいはい、まあでもちゃんと脇見運転をしないようにね、ちゃんと知らせてくれるんで、うん、はい、その面に関してはめちゃくちゃいいんですけどね、はい、一応これあの未使用車でそのマフラーの試験行っただけやから、はい、っていう中はもうバッチリ綺麗です。はいはい、いやもう光石モニターもついてるし、もうマジで言うことないわこれ、はいはい、ありがとうございます、いろいろ言っていただいて僕は言う幕がなかったです。はい、はい、めちゃくちゃ綺麗ですとりあえず、はい、だからまあ本当にそのこのまま乗り出すっていうのにはめちゃくちゃ最適な一台ですよね、はい、まあ、中はこんな感じになりますね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。最高、まあ、その一言につきますよね。やっぱりやっぱ外装もエアロついて、うん、中ももう装備ついてほしいもの全部ついてますもんね。ついてんな、はい、あとはもう好みでドライブレコーダー、はい、スモークセコ、はい、っていう感じになりますけど、本当にでもこのままでもいけるようないけるなお車ですね。はい、即の、はい、可能です。はい、全国納車、はい、可能です。海外納車は店長が行きます。はい、ということで今回、まあ、おさらいですね、はいはい、新型のノア、はい、でガソリン車の SZ になります。はい、でカラーはアティチュードブラックマイカ、はい、で、バローレンコンプリート、バローレンコンプリート、はい、になります、はい、でこちらのお車なんですけど、はい、なんといっても今朝出来たてほやほやの、はい、お車になりますので、はい、まあ順次その撮影ネット掲載が、はい、完了したら概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからこの動画出るまでには間に合わそう、頑張ります、はい、なので、まあ、下記の概要欄に URL 貼っておきますので、はい、そちらからご覧ください、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、はい、今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。